中国版アーテリーギア3月15日から新イベントが開催されています。見たところボブキャット招待にスポットを当てたイベントのようね。イベント名は明日へと続く道ってところかしら。このイベントの目玉星5はマーチだね。ボブキャット招待推しの人には待望の新キャラだよ。ボブキャット招待はその名の通り猫をモチーフとした AG で編成されたチームよね。ただこのマーチは猫は猫でもライオン型のようなんだけど、小さくて可愛らしい見た目をしているけど獅子なんだよね。攻撃モーションも迫力があってまさに獅子って感じだよね。ただこの後ろの背景のライオン、縦髪があるからオスなんだよな。もしかしてマーチは男の子か。そんなくだらない妄想はいいわよ。ほんと専用モーションにライオンがいるだけでなんでそんな歪んだ妄想ができるのよ。そんなマーチはイベントステージの1、そんなマーチはイベントステージの1の2でお試しで使えるよ。どんな子なのか実際操作して確認してみようか。全力でぶつかってこい。手加減はしないぜ。ぶっつぶす。そうこなくっちゃ。そうこなくっちゃ。そうこなくっちゃ。この程度か。そうこなくっちゃ。手合わせした方がよっぽど面白いな。なんか尻尾に火がついて人影みたいだったね。炎が消えた時その命は終わってしまう。このイベントいつものイベントステージ周回によるイベントアイテム方式ではありません。つまりイベント商店でアイテムと交換する方式ではないのね。じゃあどうやってイベント配布のキャラやアイテムを交換すればいいのよ。今回のイベントではアクティビティポイントを貯めてポイントに応じて報酬でもらえるよ。一部翻訳に自信がない箇所もあるけど、イベントステージ以外でもポイントは獲得可能。周回はイベントステージに限定されないから、他のコンテンツを消化しながらポイントが貯まるので、イベントに縛られることがないのがメリットかな。これがそのポイントか。圧縮猫持ちっていうのね。また変な食べ物が出てきたな。注意点は報酬はそれぞれ達成ポイントが決められていること。いつもなら必要な交換アイテムを優先順位が高いものから交換。極論忙しくて星 4AG のフルランクアップ分のみ回収すればいいって考えの人もいるかもだけど、今回は自分で報酬は選べないからね。まあそこまでしんどい仕様ではないと思うけど。ところで今回のイベント交換の星 4AG は明治って言うんでしょ。見た目的にボブキャット招待かと思いきや魔法少女なのよね。そして石は猿先生よ。くんくん、くんくん、悪くない匂いだ。よし、今日からここは明治の縄張りだ。はぁ、住みたけりゃ命令聞けって。なんでだよ。てか誰だおめえは。中華ゲームで猿絵はよく見かけるけど、なんかこれぞ猿絵って感じがするよね。言いたいことはなんとなくわかるわ。それにしても安定したロリエよね。ガオー。へへへ、怖かっただろう。ここはもう名人の縄張りだぞ。さっさと帰りな。何するんだよこら。名人の尻尾をモフモフしていいのはばあちゃんだけだ。勝手に触るな。
てか触るじゃねえ。見ろよこの大きくて尖った爪。へへ、すごいだろ、怖いだろ。なんだザ・ウルフってのは名人のコードネーム。名前なんて二つもいらねえよ。ったくめんどくせえ。ばあちゃんの言うことだけを聞く。おめえの言葉に耳を貸すつもりはねえ。でもまあどうしても手伝ってほしいって言うんなら手伝ってあげねえこともねえぞ。あとこのイベントボス戦はなくてイベントストーリー3章と3つの EX ストーリーのみ。イベント報酬の交換方法を考えるとイベントステージの周回は必須ではなくなります。でもまあ重装ロボやアルフォースのドロップには相変わらず効率がいいからね。いつも通りイベントステージの周回をしても問題ないと思うわ。ちなみにボブキャット正体の他に銀河北斗などザ・セブンズも登場する模様。銀河北斗ってあまりストーリーで掘り下げられていないから気になる内容だよね。当てギア。ということでイベント明日へと続く道を事前に紹介しました。これは中国版最新のイベントなので日本版ではまだ先だと思うけど楽しみに待とうね。ただカグラの例もあるからわりかし早い時期に日本でも開催される可能性も普通にあるわけだけどね。まあそうなると他のイベントが後回しになるわけだけど。キャラの詳しい紹介は日本でイベントが来る直前にまた投稿したいと思います。それまでにマーチをお迎えできればなおよしなんだけどな。マーチをお迎えできればセリフなども詳しく解説できるのでお迎えしたいところだよ。まあ毎回星5 AG をお迎えするのは現実的じゃないもんね。特に課金ができない中国版ではなおさらだわ。まあプレイしながら運が良ければお迎えしたいと思うよ。というわけで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。え、この程度か。トーカと手合わせした方がよっぽど面白いな。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。